ラーで帰ってきて、帰ってきました。畑くんが手伝ってくるって。うわーい、優しい。まずまず来てくれた。あー、来てくれたよ。今回帰ったわよ。絶対おったんじゃろ。そういうことですね。どうもさあ。バラ釣れたね。カマスがいっぱい、カマスいっぱい、カツオ練り子、1キロのイカ、こうちゃんが釣った600。あれ拾ってる2杯釣ったね。イカ3杯とアコウとアラカブ。すげえ。イカ4杯ですね。イカ4杯、はい、4杯級。じゃあ、さばいていきまーす。はい、イカ盛んに顔して言う。すげーじゃん。あの、カマスを誰かあのお願いします。はい、はい、カマスを渡します。モンゴーは言ってないやじゃあちょっと練り子からさばいていきます。はい、でっかいの、でっかいのさばくいいか。ひろてる子持って帰らんならでかいのにする。せっかくならそうね、ね、でっかいの、うん、じゃあみんなあの、うろこ取りをお願いして、はい、いいかな。いいですよ。おー、弱かったじゃあ、こいつだけ練り子さば、練り子、はいはい、こいつやっちゃうの。こんな感じで刺身にしますせ。はい、あのかね、甘み、はい、まだひっつくよ。課長、頭切って内臓を出してくれたら非常に、あ、わかんないのか。あばら取ります。はい、こちゃん、課長の頭を落としてるし、もうする場所がないなあ、いいよ、じゃあするよ、うん、じゃあ皮引きます。はい、ちょっとイカさばいておきます。はい、あたくんイカお願いします。あ、やっぱあいね、ボイトショー君が一番釣ったランキングが、やっぱ釣ったランキングがやっぱこうやって、ね、釣った人の、いや、待ってください、自分で一応攻めて言われますよ。皮引きます。はい、これも稲葉さんのあのカマスが一匹目で見つかってくれそうな顔がさみたいな。誰？稲葉さん。稲葉さんね、カマスの時もなんかトラブルまみれで出遅れとったもんね。自分のズボンに張り掛けたりさそうそうそう、一回だけですぐ切られたりさもう大変や、ね、汗が利用しよったもんなんで追い込まんだとっとっとみたいな顔がずこうたらカマプロけん、カマプロよ、カマスこれ、あ、カマプロ、はい、カマス、こんな感じですね。はい、これまたあの時のあのあそこのほら磯行った時に鎧さんがこういう場釣ったじゃないですか。カツオ、カツオ場一頭で、うん、もうその時俺は思った違うなたまたまと思う違うだって、それからだってもう爆鳥の予感やったでしょ。いや、爆鳥の予感はしたけど、うん、そこから全然なんか腕の中でじゃあ刺身にしていきます。いいよ、はい、あー、もううまそうね。こういうのそういうぐらい練り子、練り子、アラカブの、アラカブ持って帰ってきたよね。いや、俺のアラカブどこ行った。あったよ、あったよ、持って帰ったよね。あ、おったよ、クーラーの中もう持って帰ったよ。片身の狭そうな感じでおったよでっかいクーラーの中で。おちゃん、旅行の第一フィッシュやかいが。そうね、第一フィッシュ、第一フィッシュなんていうか、ファーストフィッシュ村人みたいな言い方やつかはい、練り子の刺身、一丁上がり、はい、冷蔵庫にお願いします。はい、はいよ、はいよ、カツオいきます。はい、すいません、ごめんなさい、すいません、すいません、いきます。これ何ガツオになった。これ何だろうね、ガツオ、ガツオでしょ。歯ある、カツオに歯の生えとけや、歯ガツオじゃないこれ。初めてのカツオ受けやん、カツオ、カツガツオ、そう、カツガツオ、これ追いガツオは、こうなるか、みんな大変や、大変や、うん、大変やよ、釣っちゃっけね、そうやったら何も言わないやっぱね、カツオさばきます。身が柔らかいから難しいです。本当にハガツオって歯なの？歯があると思うけど。あ、そうなんだ。あ、ないないよ。じゃあ何？マグロ、スマ、スマガツオってやつだよ。スマガツオはマグロぐらい美味しいって言われる。ないね。ないでしょ、歯が。あ、ない。じゃあ何？本当に歯があるからハガツオなの？いや、わからん。ハガツオ釣った時は歯があった
って言うだけ。うん、調べてって言うの。やっぱこうやって勉強していかんと。カツオは腹側に黒色の線が現れます。ハガツオでは背中側にあります。ハガツオの、なんでハガツオって言われるかの由来を調べる。一応怒られるやん。怒られるやん。調べるとこが違うやん。ちっちゃけで、すいませんでした。おぉ光栄やっぱ、ハガツオは剥がるみたいですね。あ、やっぱそうやろ。そうやろ。ね、ビニール袋。こっちは言うたろ。言った、俺言ったね。言った、うん、ハガツオもめっちゃうまいっちゃね。あ、でもこれはハガツオじゃないんだよね。だからこれはこれ、うん、鼻の方にね、点々があるさ。あるよね、このカツオね。そうそう、お腹てんてんカツオで調べてよ。お腹てんてん、お腹てんてん、お腹てんてんカツオさんで調べて。これでも夜中ぬるい空気の中置いとったら魚たちやな。洗い草とったらどかんす。氷余裕余裕って言ったけど全然溶けとったね。あ、あぶり。あ、そりゃそうやろ。さすが。スマガツ。あ、スマガツなんだ。あ、じゃあめちゃくちゃうまいやつよ。狙ったもんね。狙んで、狙んでって言ったんですか。狙んで。一投で狙ったもんね。一投目やったもんな、狙って。やっぱりそういうことができればいかんだね。炙ります。はい、はい、これだ、塩焼き。これで塩漬けするだけでも、ね、うまそうね。じゃあ氷で締めたやつに。あ、氷で締めるけ、こちゃん。ボウルに氷を、はい、あ、でも置いたら、まだ入れます。うわー、うまそう。なんか全身大トロって言われてる魚よ、みんな。へぇ、さっきの捌く時もえらい柔らかかったもん。あ、いいよ。メラと内臓が、メラと内臓が、これ締めていくわけですね。締めていきます。カマス偉い人とかですね。うん、なんかプリプリしとるんだね。カマスそこだけ引く引く、結構引いたもんね。稲葉さんのガマ入れ方がカマス出すもんね。稲葉さんとデカかった。デカかったでしょ。あ、そういう、あ、これね。うわ、取れるとすごい。エラエラエラ知らなきゃじゃんって、あたくんこらえまで。箱はなんか味噌汁って言われてたね。味噌汁にするか。何が。塩焼きって言ったか。塩焼きにするか。箱もう塩焼きね。塩焼きで。じゃあボウルに水が溜めてくれ。はい、サラストですね。うん、カツオのたたきです。はい、うわー、うまそう。色がのままだよ。うん、カツオでいっぱい。カマスの塩焼きマジでうまいね。プリプリやもん、マジやもん。カマスカボス、カマスカボス、カマスカボス。あ、ええカマスに言えばカボスで食べたら美味しくないの。うん。翔さんがやったやつだけデローンとしとったよ、カマスの。下手くそやった。うん、下手くそなんて言わんじゃない。ほらほら、デロンデロンカマスマジで。もう仲やんすよ。なんか寄せ細ったね。2までとったろ。意外といるやん。稲葉さん、洗いとった時にあんなご飯はあります。そんな優しかったね。コウスケって言ったくせに。何しようかって言って。でもコウシはそれ自分とやろ。あ、そう、自分と。何を言うんだよ。そうそう、置いてやから。俺は大丈夫です。うわー、スマガツオのハラミやばい。おー、とろっとろ。おえぐいよ、このとろとろ具。絶対ご飯だからもいかないですよ。いや、よかったね、カツオ釣れて。うん、そうよね。
そけんね一等やったねそうお前爆笑の予感やったシーンでしたねその後シーンでやるねあれマジで売りとかいろいろ来るだろうなって思ったけどなぁ、うん、ここアコウ入らなくてねアコウをどうする？アコウソテーあ、いいねソテーアラカバを釣れるとかね、珍しく、うん、ああいうとこアラカバ釣るけどね結構美味しかったからそれもね、上手だねお、なんかアラカバマウント取ってきたよいいよいいよいや、いいよ、すごいなシャオガシラ、シャオガシラいいシャオガシラ、シャオガシラシャウガシだよ、お前そこシャウガシだ、誰よアクロテルよいや、ヨーライヘラかいやアクロテうんこれかアコやかもいかうん、いかもよくあ、そうね、アコも釣れたねアコも釣った種類はシャキャン種類種類って言わんなかった、あんた何年言いたかったやろ5同じだろでも、エスとかベラとかそんなんばっかりダメだよそうわぁちょっとね、いい感じ長さ、どかね、今度洗ってこういうね、最後までドリバーしてもらいよときにやっぱりお岩が座っとかねお広げてるブリってんだよタップル損したねほんでやね褒めたのに損したねつっとってたから俺練り腰がつっとらずいやいやいやイカもつったよこちゃんあ、イカもまあイカつったねカマスもつったやっぱ弱い軍って拾ってる3番手ぐらいにはだったかな昭和でも何種類つったとっけ恥ずかしいやめて最初自分で言ってねねえ結局からへばるなんか言われていいやねへばらくとでかいやっぱでかいね拾ってるのでも、エイの時はマジで興奮したんですよね興奮したね、あれで、ひらめでも俺、ちょっとだけ 95% エイだなとは思うよねでもなんか、あ、エイやんって言っても盛り上がらんやそうねひらめの可能性もちょっとあるよっていうのをね、うん、俺は言いたかったわけはぁはぁって盛り上げ上手だねでも、こんくらいあったよでかっでかかったすごいでかかったマジででかかったすごいよう寄せたね、あいねマジでかかったねエイやったっすね腕じゃないですか腕です、英雄です英雄だけおい、どこもおいもどこあ、そっちですね言ってるよか、一回刺して川、川萩しておかない川萩、川萩まだ釣ったことないけどあ、確かに川萩っぽいね、顔ねそう、褒めてます褒めてる、褒めてるじゃあいいや美味しいやんか、肝が美味しいうん今日帰りね、車の中で言いよったね誰々は何の魚に言うとねおい、何やったっけ、俺ちょ内臓のベライ出るやつやろ、うん、あの、拾ってる安いシシャモやろ上手似てる確かに下まくらいなかったですかいや、安いシシャモこう持ってないボールを安いシシャモやろシャモさんないですベラバさんベラベラハリやね、ベラねカラフルやコウタが一番頑張ったと思うよそうね300は投げたけどね300キャスティングをね100投げたら投げたもんですよ初日から数字に変わっとら300投げたけど見てほらはみ出しとんばいほらうわはい冷蔵庫お願いしますはい、これアコはいバターで固定しますバターとではい、もうそのまま焼きますどうなんのアコアコナイス塩、コショウでいいですね入れてます、うわうわぇイカバター早かりおりのマジでまだ5分ぐらいね5分は言い過ぎやろ5分はだよおいバターはいおいバターお願いしますはい冷蔵庫お願いしますはいいっぱい来たね終わりこいで終わりいいよ早い畑持ってよかったねうん本当よありがとうございます畑くんもうモッチーシャツ買いだけだもんねうん T シャツ血だらけになってほんと旅館の T シャツ血だらけにしてまで手伝ってくれてありがとうございますありがとうございますありがとうございます用意さん何
ちゃんとあそこに行ったどこリッキーやリビングなんでてあそこに行坊ちゃんに聞いてないよ俺やっぱりあれあの涼しかっただけやろ向こうがそうそうそうでもなんかね朝喉痛くなってきた涼しすぎて寒かった俺あそこの二十畳の部屋で一人で寝てたから閉めてから一回トイレに起きた時に木の横になんか白岡とのなんかこうなってくんだよやっぱワンとね、こうちゃんさ、俺が寝とっとけさ起きてる人と話すぐらいの感じで話しかけてこんな二回もこのじゃんなんてなんてなんて言われたなんかね起きてる人と話してるみたいであ、よれ寝となんかトイレに起きてさあ、よれ寝とそっさ帰りのフェリーでもさフェリーって寝れるか寝れんかが重要や一回起きたら寝れんくなって辛くなるやしてさ俺が先に寝とったらタバコかなんか言ってガチャよれ寝とあんなに話しかけてくると寝とんやろどうみたいなそれで嬉しそうな顔しとんや嬉しそうやでもなんか言ったでやろ寝とって言われたらなんか言ったでやろまったい話しかけてくる最悪やったもん仲良だね仲良だねそば言わなきゃって向こう向いたふいってだってせっかく寝とった時さ仲良かったいいねじゃあもうこれ並べようはいはい上にポン酢をはいうわうまそう、 いっぱいかけます醤油うまそううまそう、油つけんばやったねでもうまそうねそうやんほくほくやろ取れんかもこれそのまま持っていくあそのままうんだけだけ台湾置いてんのしょしょそっちじゃなくてあのテーブルに置いて違う入ったそうマジでちょ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 ハツハツショーショー急いでショー急いで完成しました座って座ってはいはい食べよう座って、はい、じゃあ皆さん、はい、釣り旅行大成功ありがとうございました乾杯、はい、乾杯うわー皆さん飲むよいっせーいっせーいただきます。いただきます。練り子。腐った練り子。練り子。一昼夜氷が入ってなかった。氷の溶け取ったっちゃう。あ、前練り子。前？うん。前、熟成されたかもね。一日ね氷の入ったあの溶け取った。熟成させて。夜から朝までね。こちらは。あ、でも料理の説明ばしゅうかね。はい。カツオのたたき、ニンニクネギあえ。イカソテー、カマス塩焼き、練り子刺身、イカ耳刺身、イカ刺身です。はい。はい。今日はこう言ったアコ。アコはよか。いただきます。あ、正月ったやつやけんって言うとしたらそれ多いやったね。どういうことそれは。タスをもらいます。こちゃんそれ何食いよ。練り子、美味しい。練り子美味しい。練り子食べてみよう。うん、うまいうまい。ニンニク薄く切っとけ。ちょっとピリッとはするけど。練り子うまっ。うん。うまっ。うまっ。全身大トロって言われよう。やつ、ガチャンバラいといい。いやいや食いしん坊や発揮しとって。いや、うまそうやん。こんちゃんどう？うん。うまいね。うまっ。マリモも食べたいって。よらかつってくだけね。あ、うめっ。カツオうめっ。うん。うまい。うわ。ほろほろやんマジで塩焼きの王様やけん、うん、あ、うまいわ人生一うまいかもしれないこのカツのたたきマジはいみんなうまいふっくらしたうんうまっうまっうまっうんうんおいしかこれこわんうまかとの、うん、あんだけほんだよマジで1億匹ぐらいおったろうがやばっか初めて見たもんねあいつら全員こんだけ押しかけんねマジで持った時まんまりしてるねねめちゃめちゃうまいよいしょ今食おう、うん、めちゃめちゃ塩焼き食いたいよいしょうんカツオうまいねうまいめちゃくちゃうまいねうまいかまずうまいねうまいマジうまいね
あ、練り子うまいね。全部うまいね。ひろてるさん、いただきます。あ、すいません。あ、美味しいのか。じゃあ、お湯がつったけど。そうね、味付けのちょっと。まあ、うまっか。大味やね。大味か、美味しい。うまっ。じゃあ、皆さん、はい。大成功でいいですか。はい。はい、じゃあ、最後に行きますよ。はい。せーの。大成功。はい。なんとね、みんな。ご視聴ありがとうございました。釣り岡イベント告知です。11月23日にはちみつ香るカフェオレ岡でしょうの発売記念で、来店イベントを行います。開催場所は東京にある伊東洋華堂大森店で、時間は10時から12時です。ちなみに今回行くメンバーは小玉さん、畑くん、仁くんでーす、はい。でもう一つ告知があります、はい、11月25、26に、神戸で開催される EV ライフ神戸2023内でブランドアルカの出店と、動画で作っていたタッカルビ焼きそばを再現したフードも販売予定です、はい、限定パーカーも販売しますので、ぜひ見に来てください。はい、こちらは、僕と、宗男さんが参加します。ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあね。